リーミーチェイサーです。今回はこちら妖怪ウォッチシャドウサイドの新商品を紹介していきたいと思います。はい、今回はこちらの白子の妖精剣と妖怪アーク5 2箱を開けていきます。残りの3箱は次回開封していきます。動画が仕上がり次第概要欄にリンクを貼っておきますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。まずはこちら見ていきましょう。デラックス白子大霊槍妖精剣&妖怪アークセット。はい、今回ついてくる妖怪アークは白竜オロチの激レア妖怪アーク1本ですね。こちら白子大霊槍妖精剣は槍ですね。はい、剣モードと槍モードになるようです。見た目からするとここがスライドされてこう伸びる感じかな。なるほど。では開けていきます。はい、こちらが大霊槍妖精剣になります。かっこいいですね。はい、パッケージの可愛い感じとはまた違った感じでとってもかっこいいです。こちらにも白子の絵かな映っていて、槍モードに変形するのはおっとこの部分が回りますね。はい、ここかな、この下の部分ですねが回ります。これで槍モード完成。裏側もとってもかっこいいですね。はいはい、ということでラストの1本揃いました。妖精剣ホルダーに刺していきます。はい、コンプリート、やったね。無事すべての妖精剣を集めることができました。はい、見てみるとこの白子の実内側に紋章というかマークが入っているようになっています。ちょっとこれをかぶせると見えなくなっちゃうんですが、ちゃんとこちらに入ってますね。はい、では大金音声聞いていきましょう。かなり振り回してるような音声も入っていてかっこいいですね。ではエルダでは反応するのかどうかやってみましょう。あ、こっちは反応しないかな。これだと行くかな。あ、行かない。はい、では反対側のシャドウでいきます。はい、こちらは反応しませんね。はい、ジンモードだとどうかな。反応悪かったのかどうなのかわからないんですが、こちらでは音声聞くことができました。シャドウサイドにも回してみましょう。あ、大丈夫そうですね。シャキーンってなりました。はい、白子大霊槍と音声が聞こえましたね。はい、ではアークを開けていきましょう。はい、こちら白竜オロチですね。激レア妖怪アークになります。こちらはこんな感じ。はい、手を突き出しますね。オロチ、この周りの竜が白くなってるのかな。では妖怪ウォッチエルダで音声聞いていきましょう。
はい。窓。線は入ってないですね。はい、では続きましてこちらの妖怪アーク開けていきましょう。こちら妖怪アーク5最強妖怪登場ということで、閻魔大王が出てきました。あのヒーロー妖怪が光る超激レアアークでついに登場と書かれていますね。閻魔大王とヌラリヒョンですね。はい、超激レア妖怪アーク3種、激レア妖怪アーク2種、レア妖怪アーク3種、ノーマル妖怪アーク6種、そしてシークレット2種類となっています。はい、シークレットが誰なんでしょうか。楽しみに見ていきましょう。超激レア妖怪アーク欲しいですね。あ、ここに百鬼姫もいた。百鬼姫も出てきてくれたらいいな。こちら、妖怪ウォッチ4や、妖怪ウォッチワールドで超連動するようなので、ゲーム待ち遠しいですね。はい、4月からアニメケータくんたちが戻ってくることが分かりました。妖怪アークも、元々の昔のジバニャンなども登場するようなのですごく楽しみです。そちらもどんどん揃えていきましょう。では箱一つ一つ開封していきます。今回の箱も、後ろの番号は全て同じとなっています。3956-2218 の番号ですね。こちらが中のパック番号と一緒の番号になっています。パッケージを見比べてみるとこんな感じ。エマダイオヌラリヒョンがもう前面に出てきてる感じで、まあでもここを切り取ったようなイメージかな。はい、もうこの2人推しですよね。絶対欲しい。はい、触ってみて分かるもんなのかな？分かんないのかな？今回はアークの形が変わってるものはないのかな？色ですね。はい。もう一人の山吹鬼も欲しい。さあ、記念すべき一パック目開けていきたいと思います。では行きましょう。じゃじゃん。閻魔が破けた。はい、1個目。出てくるのは誰だ？ジョゴラー。はい。千代子ですね。バレンタインに出てきたキャラクターですね。千代子、ジョゴラ。はい、2パック目いきましょう。やっぱりちょっと閻魔大王の顔を切るのは忍びないので、ハサミでいきます。2つ目は誰かな。じゃん。お、百鬼姫だ。百鬼姫が来ました。あれ、色違いだ。はい、色違いでデザイン違い。これはシークレットに当たるのかな？どうなんでしょう。はい、百鬼姫の紫色っぽいのが来ました。これすごい綺麗ですね。はい、シャドウサイドはこんな感じ。三つ目いきます。三つ目は何かな。お、ひとつりもみの木。こわ。はい、モミーです。モミーの時はなんかこう、ひっそりしてるのにね、すごい存在感を増して怖い感じになってます。ひとつりもみの木。はい、四つ目いきます。四つ目は、誰かな？あー、なにこれ？すごーい！メロンニャン！透明のアークにメロンニャンと後ろはフルーツバスケッツですね。はい、前回妖怪アーク4の時には宝石ニャンズがついてましたけど、はい、今回はメロンニャンとフルーツバスケッツです。すごーい、かわいい。ゲームの中でもいい働きしてくれるんでしょうか。楽しみ。はい、続きましては誰かな。あ、闇吉、超吉。はい、もともとはこっちのね、超吉だったんですが、シャドウサイドになると闇吉になります。怖いね。
はい、6パック目いきます。せーので、じゃん。お、ダークネスがシャドウサイドということはシールドオブブライトネス。全然わかんなかった。はい、こっちはいい人っぽいですね。で、ダークネスになっちゃう。はい、続きまして7本目いきます。せーの、じゃん。ウィスパーだー。ウィスパーじゃん。はい、いいですね、ウィスパー。はい、ウィスパーの声が聞きたい。声入ってるかな。続きまして、もう残り少なくなってきました。次の箱も開けていきましょうですけど、次は誰が来るかな。せーの、じゃん。はい、こちらはウサキチです。バニートラップです。はい、バニートラップ、お話出てきましたね。ウサキチ可愛いのに。はい、残り2つ。あれ、超激レアが来ないぞ。1つも来ないなんてあるの。せーの、じゃん。ニタニタさん、安全坊やです。はい、バスイチだよ。メロンニャンが来たし、シークレットっぽいのが来たから、超激レアないっていうこと。 OK、 そういうこともあるのかな。あー、エンマ大王だ。とりあえず、はい、エンマ大王が来てくれました。ここの部分光る仕様になってますね。あー、ちょっと安心した。一個も来ないは結構きついですからね。はい、まずは一つ目の激レア妖怪アーク、超激レア妖怪アークゲットしました。よかった。はい、では2箱目開けていきましょう。まあ、なんだかんだ言って、1つもダブってないですね、さっきの箱。それはちょっとかなり嬉しいかな。ちょっとなかなかないですよね。こちらの箱はどんな感じなんでしょうか。まあ、1箱通して見たときに何も被らなければもう十分なんですが。はい、2箱目の1個目は何が出るでしょうか。ウィスパーの色違いだ。しかもジータンもいる。なになにこれ、かわいいですね。ヒヒヒって顔してる。裏はこんな感じ。あ、すごーい。不動明ボーイもいます。これはいいですね。ウィスパー&ボーイズって書かれてます。これかわいい。なんか珍しいのがたくさん出てきてくれて嬉しい。はい、続いてはじゃん。あ、ひやき姫のノーマルバージョンかな。はい、普通のはこんな感じなんですね。はい、続きましていきましょう。じゃん。あ、ジオコ来ました。これはなんかどの箱にも入ってそうですね。シャドウサイドはジョゴラ。はい、続いて誰かな。あ、モミー。モミーもいそうですね。一釣りモミの木、怖いモミーも一箱に一つは必ずいそうな感じ。なんか超吉とかもいそうですよね。あ、ヌラリヒョンだ。続きましてがヌラリヒョンでした。嬉しい。はい、こちらも光るタイプになってます。エンマとヌラリとりあえず揃いました。これは嬉しい。よかったです。はい、ヌラリヒョンもかっこいいですね。個人的にはこのニヤッとした顔の方が好きなんですが、はい、ちょっと口を開けた感じのデザインでした。はい、続きまして誰が出てくるかな。じゃん。あ、馬太郎。馬ジャムの馬太郎。はい、馬面。はい、これを見て梅ジャム食べたいと言って食べた子供が酸っぱって言ってました。梅なのでね、仕方ないんですけど。はい、続きましては何かな。あ、安全坊や。これも先ほどの箱に入ってましたね。ニタニタさん、ちょっと怖いですね、やっぱり。はい、続きまして誰が来るかな。まあ、せーの、じゃん。はい、シールドオブブライトネス、ダークネスになるやつですね。
残り2つかな。続いてはじゃん、あ、やっぱり長吉来ましたね、闇吉。はい、ラスト、今回のラストは誰が来るかな。いきます、せーの、じゃん、うさ吉でした。はい、バニートラップ、うさ吉ということで、一箱それぞれ別々に見てみると全部被らなかったですね。2本1箱に入っているというものはなかったのはかなり大きいんじゃないかなと思います。次回3箱開けてみて全体的にどんな感じなのかを見ていきましょう。はい、ということで今回2箱開封した結果がこちらになります。多分こちらの百鬼姫とウィスパーはシークレットなんじゃないかなという感じがしています。はい、そしてこちらが超激レア妖怪アーク、3種のうち2種類エンマ大王とヌラリヒョンが出ました。で、激レア妖怪アークはこちらのメロンニャン、他に洞穴がいるようです。今回は出てきませんでしたね。はい、そしてレアの妖怪アーク3種類はこちらになります。ウィスパーとシールドオブブライトネスと百鬼姫のこちらのアークバージョンですね。はい、そしてこちらの6種類、馬太郎、うさ吉、長吉、安全坊や、もみー、千代子、こちらがノーマル妖怪アークになります。馬太郎は1本しか出てこなかったのでノーマルの中でもちょっと珍しいタイプかもしれません。ではこちらの妖怪アーク一気に音声聞いていきましょう。はい、では1回目ですのでノーマルからいきます。はい、まずは馬太郎。なんかおしゃべり欲しいな。はい、シャドウサイド馬面は、はい、続いて安全坊や。シャドウサイド、はい、ニタニタさん、うさ吉。はい、シャドウサイドはバニートラップでした。モミサイド、
はい、ノーマルラスト、長吉喋ってくれるかな。はい、続いてレアランク妖怪役いきます。シールドオブブライトネス。はい、シャドウサイド。聞きたかった。はい、では続いてウィスパー。さあ、そろそろ誰か喋って。ウィスパーの喋り方もちょっと面白かったんですけど、言葉が入っていてよかったです。はい、シャドウサイドだとどうなるかな。いいですね。はい、残り5本です。メロンニャンいきます。はい、こちらもクリスタルなんですね。はい、怖い声でフルーツバスケッツって言ってましたが、とても可愛いですね。やっぱりこの絵があると嬉しい。もしかしたら、また更新が入ったら音声聞けるかもしれないですね。はい、ではどっちから先行こうかな。シークレットから行こうかな。シークレットの百鬼姫は喋るでしょうか。
ね。はい、イースパー音声変わってるかな。こちらは喋らないんだ。はい、というわけでこんな感じ。ではぬらりひょんいきます。光ります。見ててくださいね。ぬらりひょん、大王様のやるべきこと、このぬらりもついていきます。もういいですね。いいですね。はい、裏側でも光ってるのは見えるんですけれども、光がよく見えるようになっているのは表だけですね。はい、ではラスト閻魔大王いきます。お、なんかこれはいいですね。手に持ってるのかな。閻魔大王とぬらりひょんの活躍が楽しみです。かっこいい。はい、というわけで今回は妖怪ウォッチシャドウサイドのデラックス白虎大霊槍妖精剣&妖怪アークセット、そして妖怪アーク5、こちらのボックス開封をしてみました。いかがだったでしょうか。次回残りの3箱開封していきます。コンプリートに向けて頑張っていきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。以上ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。